はい、はい、今日は映してないよな。はい、映してません。顔は恥ずかしいよ、です。私はこれね、イオンで、ね、結構安く買った、はい、何でしたか。あ、言わないよ。あのさ、アップしてる。あと1908円でした。なかなかね、俺映ってないの。そこまでじゃないですね。まあね、あ、ちょっと待ってください、ぼやけた。うん、これ買ってくれたんですよね、はい、S17E1系の新幹線マックスですね、はい、リニューアルですかこれ。リニューアルですね。昔の塗装の方がかっこいいと思ってる人もいるでしょう。最近は僕こっちの方が好き、ね、でも僕はこっちの方が好きです、はい、なんか E4 っぽくていいですね、はい、どうせなら E4 系もこっちの塗装になってほしい。で、逆になったほしい。中間車がなんか E4 っぽいんですよね。あ、同じだ。同じですか。はい、確か、はい、で、横こんなになって、はい、裏は、いや、変わらずいつもと同じ、うん、で、これは今ここの車両が変わるぐらいですね。まあね、はい、プラカードって入ってますかね。はい、入ってますね。入ってるんですか。あれで、なんていうの、いつもは小襟じゃないんですけど、今日は友達と一回買い物しちゃったんですよ。はい、あ、大丈夫、 3DS が一回開けてしまいました。はい、まあいいですよね。後部車取っちゃったんですけどね。後部車はちょっとね、私に来てくれました。落ちたね、落ちたね、来てないです、ね、ギリギリまでやんないでね。うん、わかった。ちなみにちょっと開封中ですね。ああ、はい、ちょっと待ってください。はい、これがプラカード。 2F66 とか、あ、プラカード入ってましたね。これなかなかいいんですね、集めちゃうとなんか臭いんです。これ新しいマックスの、ちょっと貸して。あ、いいよ。新しいマックスのこれマークかっこいいですよね。はい、いいよ。あとこれは何や。あ、それ髪の毛に挟んだ、ね、これ僕に注意してることですか。はい、僕こんなことしないよ。あ、一、うん、回ね、髪切ろうとしてこれやったけど。でもこれはプラキッズですね。どう考えたらプラキッズがプラレラ持ってますね。カップラですね。カップラでも大きい方で、ね。はい、じゃあ本体。カップラの、はい、こんな感じですね。はい、これが、後ろです。後ろなんか安い感じします。はい、でもなんかクリアカラーって感じが、うん。この中にライト入れたら光るよ。そうですね。まあ簡単に開封できるからね、中を。はい、これ初めて、僕が初めての中間車出しました。かっこいいです。なんかマジでいい方ですね。はい。変わんない。じゃあ続いては、はい、先頭車。モーターですか、うん、電池もついてればいいんですけどね。その方がすぐ走らせないです。なかなかいい感じ。これあれじゃん。ライト光ったら超かっこいい。光りそう。二つとも光るかもしれませんね。じゃあこんな感じですが、走行はどうする。やっちゃう、走行は。走行は、まあ、もう一度。2でやりますよ。次回の動画。はい、じゃあ次回の動画で。咳が止まらない。超声が異常になった。うん、異常。はい、いいよ。いい？じゃあ終わります。